信長の原理、垣根良介著、第一章、骨肉。少年はアリを見ていた。暑い夏の午後、しばしば飽くこともなく、足元のアリの行列を見続けていた。しかしそんな少年の様子に興味を示す者は、家中には誰一人としていない。生まれた時から異常に勘の強い乳児だった。ひとたび何かが気に入らぬとなれば、声を限りに泣き叫ぶ。周囲の空気を切り裂かんばかりであったという。泣き方にも乳児に見られる可憐さや愛嬌などはかけらもなく、ひたすらに周囲を戸惑わせ苛立たせるだけだった。自然奥向きの次女は無論、実母からも疎まれた。ある時この乳児がまたも勘の虫に襲われ、吸っていた乳母の乳首を噛み切った。乳母は激痛と衝撃に耐えかね、乳児を取り落とした。板の間に頭を打ちつけた乳児はさらに火がついたように泣きわめいた。不幸なことに現場をたまたま乳児の父親が見ていた。父親は激高し、不始末をしでかした乳母を切り捨てた。血まみれの床の上で乳児はなおも泣き叫んでいた。父の名を織田信秀という。尾張の国守護である芝氏の陪臣である。下四郡を支配していた清須織田氏、織田大和の神の分家にして、清須三奉行の一つを務める壇上の中家の僧侶であった。乳児の名は吉報氏、後の織田信長である。長寿でも干渉の質は変わることはなかった。2年後、吉報氏の母である土田御前に再び男児が生まれた。勘十郎と名付けられた。この小福の次子は尾張東部にある末森城で母と共に育てられた。対して嫡男として生まれた吉報氏は平手正秀という次席家老の森役がつけられ、尾張西部に位置する諸畑城で幼少期を過ごした。時折母と弟に顔を見せに末森城まで赴く。森役の平手にそう諭されてのことだが、吉報氏はいつも気乗りがしなかった。諸畑城から末森城までは遠い。城を取り巻く様相も、諸畑城は周囲を川と田んぼに囲まれた低い湿地帯にあり、末森城は丘陵地の東端の上にある。同じ兄弟が住む城でも印象が全く違う。兄である自分と弟の勘十郎とでは家中の評価はさらに違う。いわく吉報氏は気性が激しく乱暴者で、物学びもろくにできず、身なりはさらにだらしなく、顔つきも言動も可愛げというものが一切ない。対して勘十郎は穏やかな性格で礼儀正しく、学問もでき、見目涼やかで周囲の言いつけを素直に守る。当然弟は家臣からひどく人気がある。特に奥向きの次女どもからの評判は圧倒的だ。反面吉報氏は打轄のように恐れられ嫌われている。母の土田御前ですら自分を疎んでいる。かといってその現実が吉報氏の心を憂鬱にさせ、会いに行く足取りを重くさせるということはない。そんな臆する気持ちはもう数年前にどこかに置き忘れてきた。代わりに生まれたのは満たされぬ怒りだ。11歳の今は鬱屈した不満が常にくすぶっている。嫌いたければ存分に嫌えばいい。可愛げのある勘十郎の方が好みなら、御所を大事にひな壇にでも飾っておけばいい。どうせ会わなければいけないのならさっさと済ませるに限る。
末森城に着くと、家中の案内も請わずにずかずかと廊下を進み、奥向きの部屋に声もかけずに飛び込んだ。吉報氏の突如の出現により、それまで笑っていたらしき侍女たちの笑みが一瞬にして固まった。土田御前も眉を寄せ、ムカデでも見やるような目つきで顔をしかめている。昔からそうだった。この女が自分に向かって優しい笑顔を見せたことなど一度でもあったか。一層他人であった方がまだましだ。母親の脇には9歳になる勘十郎が取り澄ました表情で座っている。次女どもお気に入りのひな人形だ。吉報氏の姿を見たその顔が不意に笑った。兄の珍妙な格好がおかしかったのかもしれない。途端吉報氏の中で何かが弾けた。この何の気苦労もない極楽とんぼが。こらえ性がないのも吉報氏の欠陥の一つだ。勘十郎、足を踏み鳴らし一気に弟の前へと飛び込む。兄が会いに来てやったぞ、言うと同時に手のひらで弟の頭をはたいた。次女たちの悲鳴が上がり、母親の叱責が飛ぶ。これ何をしやる。挨拶でござる。答えた時には弟を足下にしていた。ひどくではない。その肩口を足の裏でやんわりと押しただけだ。しかし大人の前での演技がうまい勘十郎はさも強く蹴られたかのように畳の上に裏返った。次女たちはさらにわめき散らした。ゴッと額に激しい衝撃を感じた。足元を見ると茶壺が一つ転がっている。前場の中家の世継ぎに向かってこんなことをする者はこの場には一人しかいない。吉報氏は母親を見た。相手は険しい顔つきで吉報氏をにらみ、右の袖が大きく乱れている。一瞬悲しみが心を横切り、憤怒に、そして軽蔑に変わる。感情を制御できないのはこの母親も同じだ。いわば似た者同士だ。なぜか喉の奥からそんなあざけりの声が出た。織田家中はどこもかしこも愚人どもの集まりだ。特にここはそうだ。バカバカしい。気づいた時には足元の茶壺を思い切り蹴り上げていた。逃げ惑う女どもの頭上を飛んでいき、柱に当たって粉々に砕けた。吉報氏、我は何をしに来たのじゃ。まるで二度と来るなと言わんばかりの口調だった。母の声ににじむむき出しの憎悪に吉報氏は物も言わずに部屋を飛び出た。いつものことながら今回もまた散々な訪問に終わった。夕刻、吉報氏は書盤上の楼門の上に一人でいた。茶壺が当たった額がズキズキと痛む。足の甲もそうだ。思い切り茶壺を蹴り上げたせいで青黒く腫れ上がっている。けれど城内に戻ろうとは思わない。戻ればまた森役の平手正秀からの叱責が待っている。台所から取ってきた握り飯を3つ懐から取り出す。すぐにかじりつく。戦国末森城から早馬が来た。母の土田御前が先ほどの顛末を知らせにわざわざ使者を使わしたのだ。全く余計なことをするものだ。我が母親ながら本当にいけすかない女だ。果たして森役の平手正秀が騒ぎ始めた。逃げ出そうとする吉報氏の袖をつかみ苦情を連発した。弟君をいきなり跳躍なさるなど、いかなるご了見でござる。先だっても故障を殴打されましたな。人に優しく振る舞われるのが将たる者の心得でありまするぞ。そもそもどうしてこうも面倒ばかりを起こされるのか。その小言が鬱陶しくて、めったに人の寄りつかぬ楼門の上まで逃げてきた。平手はお赤、蓮華、茶道に通じた文化人であり、朝廷や隣国との対外交渉も務めるほどの実務家でもある。が、それだけに既成の価値観の信奉者であり、
何事にも先例や有足古実を重んじ、その行動様式や手順を丁重に、だが徹底して必要に、幼い頃から吉報師にすり込もうとした。しかし吉報師にはその教えられる世の通念が、言葉としてはそれなりに理解できても、肌感覚としてはどうしても馴染めなかった。世間がこうだから、自分もこうしなくてはならないのはなぜだ。そもそもその世間の物差しというものは本当に正しいのか。幼少の頃は明確に言語化はできなかったにしても、絶えずそんな疑念が心中では渦巻いていた。確かに平手は自分のことを心配してくれてはいる。その気持ちに嘘はないだろう。けれど、しきたりや世間の常識を頭から信じて疑わぬという点では、家中では有能であると評判のこの森役も、他の家臣と同じだ。自分の存在、考え方を疑わぬ人間ほど始末に負えないものはない。片膝をついたまま二つ目の握り飯を頬張りながらも、ふと疑問に思う。それとも、この俺がおかしいのか。少なくとも家中での評判はそうだ。吉報師様はよろしからず、先々は勘十郎様こそお見込みあり。そんなことを林や佐久間、柴田といった家老たちはよくささやいているらしい。見込みとは、織田全成の中家の時代のということだ。